はい、たーい。ぐすーよ、ちゅうがなびら。はい、この時間がやってまいりました。本日は、5月29日金曜日でございます。午後6時を回りました。おねえカラーズのちむどんどんラジオ始まります。ちょっとね、初級かもうパニックってたさ、まあ、でもなんか久しぶりな感じがする。岩井3回目よ、3回目だね、3回目ね、すごいの。あ、それ安定の3回よ、安定の3回よ、ね、もうドキドキ、うん、はい、あ、どうこれがないとでも大変、ね、では、ね、まずは、はい、皆さん分かんない方も多分いると思うので、まず自己紹介からいたしますね、うん、私パーソナリティの双子の一卵性になる姉のラムでございます。声を聞いたら分かると思うんですけども、性別学的には男性です。皆さんと一緒にこのラジオを楽しんでいけたら嬉しいです。この日本、この沖縄が同性愛に対して生きやすい世の中になりますように、なりますように。続いてのパーソナリティさんの自己紹介、ゆたしく逃げさびだ。あ、私、ね、今喋って、あ、MC してくれたラムちゃんの妹になります、ダンちゃんでございます。みんなの庶民派アイドルです。えーー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 はーいって感じ、はい、おめでとうございます。はい、皆さんこんばんは、仲間ゆきえです。は一番ハーだね。一番ハーだった。一番ハーだった。あ、ほんとに私そういう気持ちで今日あんたもんが、ね、やってきたけど、ね、ほんとよね、ちょっと暑いからさ、ちょっとラッシュすぎちゃった、ね、暑いからさ汗かいちゃったと思ってね。そうちょっとラッシュすぎ次だね。かまぜる。でも素敵よ、姉さん。ありがとうございます。この方がいいわよ。はい、まーちゃんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。っていうことでね、初級からちょっとツイキャスちょっと呼んでいこうかな。あ、いいですね。はい。来てるので、りょうさん、ん？ちゃんりょうさんかな。あ、そうじゃん。わかんないよ。お兄さんって、イェイイェイって感じ。お兄さん。抱かれるよ、あんた。大輔さんからね。お前らが様っぽくって。冒涜だね、あんたに、ほんとに。ちょっと待って、ちょっと待って、見てよ。ほら、胸元開いて、開けてるんだよ、今日は。お兄さんがこれできると思わん。世の男ができないわよ、こんな格好。あ、もしかして、あれかな、うん、紫のタンクトップに見えて、これが狂気に見えたみたいな。見える。ありえる。見えなくはない、ね。一応ね、こう寄せたらこうしてね、一応なるのよ、ほら見える、ほらこうしてほら見て、こら不可能姉妹です言うてなんてね。そうですね、もうツイキャスとかも YouTube とかでしか分かんないと思うんですけど、聞いてる方ちょっと分かんないと思うんですけども、 YouTube 見てくださいって話よ。これがあんた永遠に残るんだから、あんた世界まで配信されてるのよ。永遠に後戻りできないよね。イエーイっていうことで、りょうちゃんからね、まーちゃんはババアよ言われちゃったね。もうね言われちゃったね。もうね、反論の仕様がありません。まあ、ということで、大輔さんから、ね、でも、悪いかんた、ね、ババアじゃん、お前は、ほんとに。で、大輔さんからね。みんなこうなるんや、あんた。右のお姉さん、いいハンダゴテそうです。ハンダゴテって何？ハンダゴテって何？つなげるのよ、あんたこうして。ああ、うん、そういうことね。そうよ。なんかおばあちゃんみたいなね。ハンダゴテって初めて私だからね。あの金属と金属をね、こう繋げるのよ。ああ。そう。なんかこう光じゃないけど、なんかこうしてジーってってか溶かしてからにさ、こんなやつになって。はい。やってますよ、ね。そういうことで、ハンダゴテっていうのね。ハンダゴテ。はい。で、なんかどんどん切ってるからね。りょうちゃんから、はい、あ、ちゃんりょうよって。あ、そうなんだ。うん、なんか画像変わってんの。当たり前、ちゃんりょうじゃないとあんたこんな人言わないでしょ。だからね、そうだった。他人だったら私本当にあんた怒ってるよ。りょうちゃんどこにいるの今。ね、でなんかね、前来てた、うんうんうん、これなんだったっけ、あ、イブニングアベニューさんっていうのかな、はい、おねえカラーズ先週読谷にも呼ばれたらしいね、引っ張りだこじゃんって。もう存じていらっしゃる、ね、そうなんですよね。そうなんです。あさっても読谷 FM の方で出演させていただきますので、うん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。日曜日もですよ。聞けたら聞いてくださいね。聞いて、待ってよ、前のリクエスト曲ってイブニングアベニューさんだっけ、だったかな。なんかね、前のラジオの時に、うん、お人様からなんかリクエスト曲もらってたんだけど、ちょっとこの紙も多分捨てちゃったわけ。いらないのだと思って。あいやな、やってしまったね、あんたに、うん、こんなね。だからね、なんかね、
ね、ツイキャスとか聞いてる方はまたいたなんかリクエスト曲送ってほしいなって思いますので、うん、はい、すいません ねよろしくお願いしま す。ということで、はい、小田ちゃん寮から来てます、はい、ね、今から来た方がいいって。もう任せするわよ、あんたも任せるから。私一応、うん、この後に一応お仕事なので、うん。私はちょっと遊びに行くんだけどね。うん、でもあれ、私愚装に行きます。早いからね。私愚装です。愚装に何しに行くの？ね、捕鯨に行きますよ。捕鯨に。っていうことでなんかあれじゃない？ちょっと、うん、音楽かなんか入れた方がいいんじゃない？そうそう。じゃあはい。CM と曲入れてまた、はい、お話に移りたいと思います。私からいいですか？はい、ね、今日梅雨ということもあって、はいはいはい、ね、ずっと雨だね。そうだからね、こう紫陽花イメージしてからつけてきました、ね、しっとりとして聴いていただけたらと思います。瀬川英子さん、長崎の夜は紫です。どうぞどうぞ。犬さんのテーマ、うん、これでね、うん、どうしようかみたいな、ちょっと話したいことちょっとあるんだよ。ごめんなさい、うん、今日はなんかもうテーマ仕事系だよね。仕事だね。なんかさ、こういう人たちが仕事に就けないとか、うん、こういう偏見だったりとかみたいな、そういう感じ系でなんか話していきたいなって思ってるんですけど、ね、いい記事があったわけ。いい記事？そう、そういう系で。そう、で、要するにレズビアンの人たちは、レズビアンいるでしょ。レズビアンの人たちは、この、なんていうの、なんて、所得が高いから所得が高いっていうか結婚っていうあれがないから、うん、所得が高い。でもゲイの男性は一般的なあれに比べたら所得が低いって収入っていう記事があったんだけど、うん、どこ切れたのって思ったんだけど、次でいいんじゃない次なの、うん、そう、もうなんか一気にやらなくて、でだから今日これ当てはめてたなと思ってからその見てきたらこう、エブニングアベニューさんから、国民投票があったアイルランドから放送できる日が来るといいね。本当だね。私たちアイルランド民謡流しますからポムロイの山々っつってからアイルランド民謡があるんですよ。でね、りょうちゃんからだよ、まー、まあ、ちゃんムラムラしてるからって紫着て私もうムラムラどころかもうラムラムしてるんですよ。ラムラムどんなようなラムラムしてるんですよ私。もう大変よあんた。もうね、お性欲の性欲の塊よ。性欲の塊。そうデリシャス。そう、私今日言われたのよ。なんていうのかな、ライオンみたいねって言って話した子がいて、そしたら今日よ、ほんと今さっきライオンみたいねって言ったからさ、うん、食べようかなって言ったら、私美味しいよって言ったのよ、猫なし出して美味しいよって言ったからさ、美味しくないって言ったまーちゃんも美味しくないよって、私美味しくないのって、私だけ特別なあんたって思ったのよ。いやーねって言って、私だって料理の仕様によって食べれるのよあんた。料理の仕様、ほんとよ。どういう風に料理するのかな。煮入れて焼いてもいいし、なんで何してもいいさ。あ、何してもいいんだ。何してもいいけどさ、あんた、あんまり迷惑かからないよね。好き嫌いがない人だったらいいね。結局なんで締めようかな。ね、そう、これがさ、で YouTube で流れてると思ってくれるって思うんですよ。どんだけもう心痛いかもう親に見せられないって言ったら言いながら親に見せられないなら見せてるんだけどね、あんたよって言ってた本当に、お母さんに見せられないけどねって言いながらやってた、あいやあんたよってもう感想も何もないよ、あんたよで終わりで昨日お話ししたからね、どうしたアドバイスあるって言ったからね、ちゃんと最後はね挨拶しますよね、終わりはちゃんとするあそうでも意外にね、意外に冷静で言ってるけど意外に嬉しいと思う。まあね、どうなんですかね、早くおっぱいちょうだいって話、バンニューちょうだいって話、よいしょ、ごめんね、もう直そうね。4時くらいに番組でメール来たら見た、あ
足足してメール4時ぐらいです。ああはいはい、はい、あじゃあお願いしましょうか。UCJ& ネイヨのあの C C のっていうこれ C のこれか流してほしいって、3時だった3時12分メールの差メールの差見てないメールの差です。今日も一件メール来てるからね。ちょっとうん、3時12分の761番うん、あはじめて知り合いの方がラジオやってる気いや、嬉しい。これこの番組の2です。そうそうそう、カラーズカラーズってなってるじゃん。そうなんだ。誰か知り合いなのかな。海あ、海ちゃんだね。はい、10秒前、うん、私が知ってる人、うん、ラスト、ゴー5秒前。はい、おねえカラーズのちむどんどんラジオは小座にあるライブハウスジグザグさん、石川にあるスナックピーチさんの提供でお送りしてます。はい、イエイイエイということでね、はい、でいろいろとねメッセージが来てるようなので、うん、来てないかいね、読みでいきたいなと思うんですけど、うんうんうん、はい、あのね私からいい、うん、実はね私のね、うん、あのお友達なんですけど、うん、実は今あの沖縄出身なんだけど、この沖縄の方で、そうそうそう、で、まあ、あの進学で東京の方に行ってて、あそうそう、で留学でもドイツの方にいるのよ。すごいね。ドイツの方、そう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 、どこのドイツよって話なんだけどね、まあ、それはいいとして、そこからねなんとねメッセージ届いたのよ。 YouTube 見ましたっていうこと で、 すごいね。で読ませていただきますね、うん、あの、はいはい、今は留学に来ているとこいる、来ているから住んでいるとこドイツかなということで、あのこっちだね、まー、あ、ちゃんって今動画見たけど、うん、あの先週この前のね、うん、電気屋さんのくだりに死に受けましたって元気もらいました本当にありがとうねって、でみんなにで久々にうちなぐちも聞けて超楽しく聞けたって、これだけいろいろな経験してきてるまーちゃんたちだからこそ、うん、相談に乗れることもあると思うから、うん、これから今恋愛史とか自分のこのセクシャリティとか悩んでいる中高生たちのなんかこの相談コーナーみたいなのしたらっていう生意気な提案ですって、頑張ってね応援してるよ、うん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 、次回も楽しみにしてますってことで、うん、このいいんじゃない、ね、うん、でも、うん、そういう系のね、あれもいいと思う。こうやってからにあの来てくれたので、ありがとうございます。ドイツからですよあんた、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。私もフランクフルト食べたいちょうだいっていう、あなたのってこのぐらいのでいいよ、このぐらいの。ちょっとピーかな。ピーだね。ピーだな。キ、はい、ーンじゃない。あ、そうだね。もう大丈夫。まあ大丈夫。はい。あ、っていうことで、じゃあ、はい、あの次はね、15時12分ぐらいにね、来てた、FM コザのに私たちのね、方にちょっとメールが届いております。はい、お名前が海さんかな、はい、うん、海さんで、はい、はじめまして、はい、知り合いの方がラジオやってると聞いたので、はい、送りました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まーちゃんのかな。そうなんだ。海ちゃんありがとうございます。ありがとうございます、本当に今日ね、しかもね今日あれしててこの前も来てくれたんだけど、ゆうやくんゆうやくん、お外の方で、お外の方で今日も聞いてくださって、この前ね、2回ね、あなた解禁書取るつもりでしょう、ね、いつも通っていつも通ってきてくれて、わざわざ本当にね、雨に濡れないようによ、ね、うん、雨降ってきた中で聞いてね、うん、雨も滴るいい男よ、本当よ、雨に濡れてから、この子は入るの、私溶けるの笑うところ皆さんも笑って、本当に大変やね、笑う角には服着たるってね、楽しんでってね、ありがとう。はい、ちょっとあのツイキャス読んでいこうかな。よろしくお願いします。りょうちゃんからね、あの、はい、ジューシー J& ニーヨっていうのこれ、ニーヨニーヨじゃない、シークノーっていうのこれ、シーノーっていうの流してほしいみたいです。シーノーズ、あの J
ジューシー。あ、なんかニーヨとのコラボの曲かな、うんうん、コラボ、ね、なんか洋楽でニーヨっていうアーティストがいて、うん、そのなんかコラボしてる曲なんだはず、うんうんうん、多分 ね、 その曲だはず。でね、あの またりょうちゃんからで、はい、まーちゃん口の周りがって、何も食べてきてないよ私何もしてきてないよ、何があんた口の周りについた、あんたなんで具体的に言ってごらんなさい、なんねということで、ね、言えないんだったら書いてくるな、この野郎、本当に。あ、そういえば忘れてたね、これで、ね、あのね、ちょっとこれもまた言っていきたいなと思うので、はい、ちょっとこちらの AM 小座でも、はい、曲とか、まあ、どういう感じやった方がいいとか、疑問とかね、まあ、なんだろう、普通にお悩み相談とかでもいいので、なんかリクエストがあればなっていうことで、はい、今から FM 小座のメールアドレス言うので、もしよかったらこちらにリクエスト曲だったりとか相談送ってくださいね、はい、それでは皆さんで一緒に言いましょうね、はい、せーの、761761 @FM 小座 FM 小座 .jp.jp、 もう一回ね、はい、761 FM 小座 FM 小座 .jp .jp、 こちら の、 アドレスまでね、ちょっと送ってください ね、 なんか疑問でもね、いいのでね、うん、なんかね、うん、私たちもあれじゃない、やっぱこのなんだろう、まあいつもは普通のなんかトークだったりするんだけど、うん、まあなんだろう、沖縄とかでも、うん、やっぱこう悩んでる人とかいるのかなって思うから、うん、それでなんか聞いてくださってる方が、ね、まあ、この当事者がいれば、うん、まあ、相談とか、ね、そういう感じあったらいいなと思うんだけど、うん、そうだね、うん、やっぱりね、さっきこういうツイキャスとかねやってて、でラジオね聞いてくださる方もそうなんですけど、うん、やっぱ反響がすごいのよ、うん、沖縄でこんなしてからにさ、うん、まあ、お姉の人たちが番組持ってるってやってるって言ってすごいのよ、私ナハネに行った時にねYouTube 見ましたって言われたのよ、うん、誰かわからないのよ、うん、あ、そうなんだ、そうそうそう、たまたまお姉ってやってて、うん、あ、面白いって言ってやってたから沖縄だって言って見ましたって言って、あ、そうなんだ、すごい、たまたまだ、結構たまたま、あ、そうそうそう、そうなんだ、本当にびっくりしたのよ、なんかさ、うん、まあわかんないけどさ、うん、なんか糸満まで伝わってるみたいな、私たまたま会ったんだけど、うん、またね、たまたまがあった、うん、っていうことでね、はい、そんなないけど、ドンキホーテ、ドンキホーテに行ったら、うん、一昨日ぐらいかな、うん、ドンキホーテに行ったら、ダムちゃんの、ね、元職場の人なのかな、うん、がパチンコ屋さんのかな、そうそうそう、来てなんかうん、ダムちゃんダンちゃんどっちみたいな感じになって、うん、私 YouTube 見たよって言ってたから、うん、意外に見てる人多いなと思って、女性の方ね、女性の方、結構だってもうこんなってあんた沖縄でオカマがやってます、まあオカマってあれですよやってます言ったらさここまでで浸透してるなんてなかなかないよ、うん、そうだね、なんかもう2回目ももう300ぐらい超えてるし、ね、やってるしね、うん、初回放送なんてもう400だからね、うん、430回くらい、意外に2回目の方が早かったよね、早い、だ今回もっと早いはずよ一番楽なメンバーだっていうからそうなのかな、ああ、そうなんだ、ああはい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 、チャンリョウね、ごめんなさい、ということで、はい、ショーノーズだっけ、はい、っていう曲はちょっとないみたいです、りょうちゃんごめんね、リクエストした曲がちょっとなかったみたいです、うん、っていうことで太郎介さんね、はい、のほんこんにちは、こんにちは、太郎介さんいつも見てくれてるよね、ありがとうね、ありがとうございます、ということで本題のこのテーマ、うん、行っちゃっていいかな、いいよ、そうそう、どうぞ、いいんじゃない、はい、どうぞ、うん、いいことでね、ということで、うん、今日のテーマなんですけど、はい、仕事っていうことにしようかなと思ってるんですよ、はい、ウォークです、ウォーク、うんうんうん、ワークか、ワークでございますね、ウォークって言ったら歩くもんねなんか私も間違えたことある、私もそうだと、ウォークって読むのかなと思ってたから、モンローウォークとかって言うじゃない、ね、ワークっていうの、ウォークっていうワークさん、ワーク、ワーク、そうなんだ、私がウォークって言ってこうなって言ったら、あんたワークでしょというわけで、あんた本当にあんたなんかあれっていうさね、ハローワークとかっていうさ、ね、ワークって仕事のあれだから、そういう意味ね、そうそうそう、今のね、私も職場いて、うん、でこうやっているんだけど、うん、ね、もう3月でしょ、4、5、もうね、5月終わるから大体2ヶ月、約3ヶ月目も入るんだけど、うん、息子の今のところに決まるまでは本当に大変だった、なんかさ、大ちゃんの最初の面接の時どう思ったか、どういう感じだったかっていうことなんだけど、どういう感じだったの今のところはね、うん、本当にもともとね、この前に来てくれてた大ちゃん、
大ちゃんって言ってしまった。ごめんなさい。ああ、ちょっと俺。大ちゃんじゃない、ロビンソワさん。前回見てくれた人はね、ちょっともうネタバレしちゃったね。だからね、そう、もうね、ロビンソワさんがね、来てくれてた時に、はいはい、カラフルカーニバルがあったんだけど、あの時にその出演してたメンバーのいるところの方に今勤めてるのね。そうなんだ。そこの方にいるゆうやくんとかいるんだけど、そこで前もって知っててくれてってのね。それだからなんていう話がスムーズだったというか。それで一人またそのゲイの方がいるので、それもあってその話が通りやすかったって。そうなんだ。その方は一応オープンでやってるの？職場では隠してる。あ、そうなんだ。クローゼットね。まーちゃんにはじゃあちょっとカミングアウトしたっていう感じなのかな。まーちゃん自身、私はもう全然やってるんだけど、この中の一人は全然してない。だからラジオ聞いてて、あ、ここにいるって言って、あって言って繋がる人多分分かると思う。そうなんだ。こっちの世界ちょっとあれだからね。すごい繋がるのが早いから。繋がるのが早いから。でもやっぱり本人としてはまだこのタイミングじゃないなっていうことで。もうむしろもしかしたら知ってるかもしれないけど、あえて触れないようにしてるかもしれないけどみたいな、そんな感じで。でもそれまであれしてて、でも本当にそれまでハローワーク通っていてやってたんだけど、もうすごいハローワークの人と、もう本当にもうなんだ、喧嘩じゃないんだけど、ちょっと言い合いとかしてて、そうそうそう。その変な話、同性愛者系の含めたような内容でこの喧嘩になっちゃったってこと。喧嘩っていうよりはやっぱりどうしてもこういうほら容姿じゃない。ああ、やっぱそうなんだ。普通に T シャツしてズボンつけて男の子ですって格好やってたとしても、やっぱり仕草でどうしても出ちゃうわけですよ。そうするとあなたのようなタイプの人をこうやって会社として社会としてちゃんと通用できるかって言ったら難しいかもしれないですね、沖縄ではって言われたわけ。でも結局いっぱいいるでしょって。でもさ、いやいや、なんかさ、私たちがごめん、もう世界ごめんなさいって感じなんだけど、日本ごめんなさいって感じなんだけど、これおかしいと思います。そうそうそう、私はっていうか、もうそれぐらいもわからないのと逆に言いたいよね。あれですよ、だから面接行く時とか、まあ、電話から例えるとしたら、電話するにしても、まあ、普通にちゃんと敬語で、綺麗な言葉遣いをしてっていう感じで、私は容姿はこういう感じですけどもって言いながら、またじゃあ面接も、あ、じゃあ来てくださいってなった時に、面接行った時も一応なんだろう、格好は中性でもいいんだけど、まあ、ちゃんとしてたらいいんじゃないのって私は話なんだよね。だってそれだったら、じゃあ外国、まあ、アメリカとかだったらいろんな人いるでしょって。普通に髪染めてとか、ピアスとか普通だからね。そうそうそう、とかタイとかでも何なのって感じで、タイと日本のこの常識っていうの違うから、日本の常識っていうのは日本人が作っただけの常識だから、ね、今いいこと言った。私もね、今思い出したんだけど、実はね、この女性層とか異性層とかってよく言われてる方たち、LGBT とかっていう、これってさ、実はね、欧米とアジア圏でこの見方が違うんですって。見方が、やっぱり、そうそうそう、やっぱりアジア圏だとやっぱりほら普通にこの余興で女装とかやっててとか、私たちみたいな感じでこうパートタイム女装みたいな感じでとかってやってたりとかすると、どうしても、あ、そっちの世界の人なんですかとか、イコール夜の世界なんですかみたいな感じでイメージでこう捉えられるよね。だけど外国、例えばアメリカだとか欧米、フランスとかイギリスとか発展してるところ行くでしょ、そしたら、あなたゲイですかとかレズビアンですかって聞くこと自体が、あなた何言ってるのってなるんですもうそれぐらい理解があるみたいな。そうそうそう、理解があるというより、それ聞くこと自体おかしいんじゃない、うん、もう普通も自然というかね。そうそうそう、どういう人でもいいじゃんってね。そうそうそう、うん、だから普通にこの、うん、あなたヒューマンでしょって言ってるのと一緒だぐらいな感覚なんですって、うん、そうそう、あなた犬ですか人間ですかって聞かれてるぐらいのあれにしかならないっていう。でもさ、本当にそれなんだよね。アメリカではそうなんだろう、アメリカっていうかこの欧米ではそうなんだろうなって。香港とかまだ上海とかはまだあれしてるけど、そこの地域だとまたそうなんですって。日本みたいな感じ、日本よりちょっと遅れてる感じで、そんな感じらしいです。そう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 、まあ一応なんだろう、このね、やっぱりまあ、いろんな面に対してね、この同性愛者が普通にこの、なんだろう、この世の中で普通にお仕事とかできるようになったりとか、まあ、結婚の話もそうなんですけども、結婚だったりとかそういうのはもうなんか あまりやっぱりこのなんていうのかな、国が動かないみたい、やっぱりそうだよね、っていうのがあるから、ちょっとあれなんですけども、いろいろね、もうほら
まあ、なんだろうね、こんなこと言ったらあれだけど、少子高齢化なんて言われてて、お年寄りになんかこの早くなんかやらないといけないこととか多くてとか、まあ、日本に限らずだけど、あとこの海外諸国でこんな点なんかもうね、中国が攻めるなんとかかんとかって意味わからんこと言ってるけど、意味わからんっていうかね、私はわからないんだけど、そうやってこと言ってるんだけど、そこばっかりも優先させてねやってるから、うん、私たちみたいな後回し後回しになっちゃう。あれだよね、なんか後回しとかそういうとかじゃなくても、うん、なんていうの、このなんていうのかな、うん、同じく平等にやってほしいよね。そう、あのね、私が一番だから懸念しているのが、もうこれからあと5年後のオリンピックでしょ。世界からもこんな人集まるわけですよ。その時までにやっぱりどこまでやってるかって、日本ってそこまで来たんだねって世界にアピールする場でしょって、その時までに何かこんなしてって手を打てられればなって思ってたりとかするのね。だからどうだから、もう全国各地でこのなんてパートナーシップ法みたいのができるよとか、やっと今は世田谷が動いてし、あの渋谷が動いてって感じでしょ。それかこんなしていろいろできていって、なんか他にもっとわーってこういう流れが動きがずっと続けばなって思ってるわけ。なんか最近あれだよね、またこのなんか同性愛者のこの結婚、レズビアンの方がっていうの結構出てるよね最近ね、よくびっくりする本当に。そうそうそう、私そのなんかニュースなんか見逃して全然 見れてないんだけど、たまたま見れるんだよね自分は。結構取り上げられてるんだね、じゃあね、バラエティとかでもやってて、でもねやっぱりどうしてもね、このなんだろう、やっぱレズビアンだとさ、ほらなんだろう、こんなこと言ったらあれだけど、綺麗じゃない、見栄えが、まあ、でも一応そうなんだよね、そう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 、だからあのこうやって公表しやすいって部分もあるのかな、そうだよね、そうそうそう、やっぱ男同士2人がタキシードけて立っててっていうのはまだ違和感があるのかなやっぱこの世界的にはやっぱこのなんだろう、違和感をあの持ってしまうっていうのはもうやっぱしょうがないことなのかなとか、だからそれを気にしてね、だからなんか親はあのああいう感じにならないよとか、そういう感じ言うからまたもっとマイナスになっていくのよ。そういうのがなんかあれかなと思うんだよね。ああいう人たちもいるんだよ、いろんな人がいるんだよ、でちゃんと勉強してねみたいな感じだったらいいさね。でまたそこからまたこうやって、あのなんていう、職の方にもつながっていけるのかなと思ったりもするのでね。そうだよね、そうだね、だってそうじゃないと、そうそうそう、やっぱりほら結婚とか、やっぱり結婚してたらこのなんていうの、例えば結婚してたらあの昇給があるとか、出世が早いとかって言うじゃない、男の人とか例えば手当がつくのがねとか、どうのこうのとかっていうのがあったりとかするから、やっぱりそういうのもやりやすくなるのかな。でも私がさ一番なんか疑問に持ってるのが、これなんか多分あの全国に敵回すかもしれない言い方だけど、私が一番疑問なのが、この結婚がゴールって言ってる人たちが意味がわからない。ああそう、本当にそう、特に若い人たち。だったら私たちゴールないじゃんみたいな。あのね、ゴールっていうようにね、結婚はゴールだけで、まあ一応ね、まあ幸せの第一歩だけど。まあそれもあるけどね。私が言いたいのは、結婚はいいね。後片付けからが本番が始まるんですよって話よ。後片付けから。ってどういうか、要するに披露宴とかみんな来て、わー楽しいわー、ありがとうみんな、ありがとう来てくれて祝福してくれてありがとうって言って、みんなが帰ったとか後片付けするでしょ。お家帰ってきてからがあんた長いのよって話よ。それからあんたもう10年、ね、20年30年、あーす人生棒に振ってからさ、こんな人と思わなかったっていうか後悔してるとかいっぱいいますよ。あーでも本当にそう、それあれかもしれない、ね、そう、目の前のあなたどうですかって話よ。そう、結婚してあんた後悔したって話いっぱい聞くよ。ね、それでからに、そう、しかも最近若い子たち多いの、足が臭いって理由でさ3年で離婚よ。あ、足が臭いだけど、そう、旦那の足が臭いって言ったから3ヶ月で離婚よ。もうウケるんですけど、足だったらさ、なんだろう、もうね、仕事帰ってきたらもうしょうがないかな、じゃんね、もう足洗ってちゃんともうね、あのそうね、やってっていうぐらいでいいけど、あんたも人間でしょって、あっちこっち臭いとこあるでしょって話よ。本当よね、そう、もうお互いのこの理解し合わないと、こういうね、あれって続かないから ね、まず私思うのがね、愛、信頼、尊敬、理解って、この4つの4本足がしっかり
足りないと何やってもうまくいかないのに、人間関係だってそうでしょって、うんうん、ね、たかがもうこうやってもう暮らしが違う人たちが同じ屋根の下に暮らすわけだから、うん、そのぐらいも忍耐っていうか欲しいと思うわけよ、そのぐらい忍耐力だったりとか、ね、うん、あとはもう自分自身がもうその人だったらだから幸せになろうとすると不幸になるのよ、うん、はっきり言って、うんうん、だから結婚は幸せっていうのはこれはもうイメージのあれとしてはねもういけないこと、またあれだよね、そういけないことじゃないけどこういうイメージは捨てるべき、うん、この人と一緒になってね、うん、あ不幸になれるって、この人だったらこの人の不幸を受け負ってできるなって思えるぐらいの覚悟が必要なのよ、またあれだよね、変な話そうこれがさマンネリしてごらん、そう結婚者でゲイになりましたみたいな、こっちの世界に入りましたって結構いるから ね、 だから 親同士の決めた結婚とか、うん、もうほんと社会通念ってことよ、親がこんなっていうのがあるから、うん、自分たちはそんなっててからにねもう世間体どうのこうのこんなってって、それこそ本当にね、人一人の人人権こんなに無駄にしてこんなしてやってって、うん、もったいないことが、まあ、結婚だけがなんだろう、あのダメとかって言ってるわけでも、うん、幸せって言ってるわけでもなくっていうことよね、そう、あのね、うん、何をするにしても自分自身に落とし前をしっかりつけてくださいねって話よ、うんうん、それがないといくら何やったとしてももう幸せ夢見てたのに、ああこんなだったのにこうだったのにってプランが全部崩れたって当たり前だわけ、うん、あなたが思うように人生使えてないからね、だからね、そう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 、でも私がさ思うにさ、うん、私は、うん、あのお付き合いしたらさ、うん、あのなんだろう、お互いに言いたいところは言って、うん、でも怒らない、ちゃんと聞いて、うん、それは受け止めて、うん、聞いて理解して、そうそうそう、じゃあ相手の、うん、あのことも理解してあげる、うん、自分はこうこうこうって言われたか、うん、じゃあうん無理そんなの無理とかじゃなくて、うん、あこっちはこうなんだって、好きな人のことを考えるのが当たり前だから、そうそうそう、じゃあこっちはこうなんだ、うん、じゃあこっち理解しようねって、またこっちがなんかあっちに言いたいことがあれば言って、うん、こういう感じでって、また相手も理解してあげるのがもうお付き合いの長く続くあれかなって思うんだけどね、うんうん、ということでいい、ちょっとそれちゃったんだけどね、はいはい、もうなんか結構それた話になってるけどさ、うん、あのでね、りょうちゃんからね、うん、流星、はい、あのありますかねっていうことなんですけど、リクエストでね、でね、あのりょうちゃんから偏見自体がダメだと思うけどねって、ね、本当そうよ、でね、あのプッチーニーさんとお姉さんたち、こんばんは、プッチーニーです、はい、どうも、日本の常識に縛られないモダルある発言にしびれました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、自由に責任感を感じないと、ただの、うん、これなんて野蛮人野蛮人、そう、自由が分かる人は、うん、モラルがしっかりしてますよねって、そうよね、楽しいわ、そうそうそう、ありがとうございます、ということで、はい、あのメール来てるみたいです、あ、本当、はい、メールが来てるみたいですので、うんうんうん、はい、あ、メール来てるの、ちょっと待ってね、はいはい、ちょっと待ってね、あ、すいません、あ、じゃあちょっと、はい、あの私確認しとこうね、うんうんうん、あの三代目の流星の方は、はい、もう準備満タンですか、うん、じゃあちょっと、はい、あのこのメール読んでちょっと曲と CM に入ろうかな、じゃあ曲入ってからでメールは、あ、はいはい、あ、それでいい、うん、いいよ、 OKOK、 分かった分かった、はい、じゃあそれでは、はい、CM と曲、はい、どうぞ、はい、流星です、はい、ちょっと話がそれてる流星、いいね、なんていうのかな、もう話す時間なさそうだな、ちょっととりあえず言いたかったのはあれだわって、なんていうのかな、うん、この今から就職するような、うん、言えばトヨタ行っちゃうみたいな人たちなんだけど、うん、ゲイの人もなんだけど、いや、の人たちがだから希望になるような、分かった、リョエがこの CM 曲終わったらリョエメインでじゃあしゃべらすと、しゃべって、うん、キャラとマーちゃんはちょっとフォロー的な感じとか、でもちょっと時間ないかなみたいな、うん、メール読んでからさあれしてやってても大丈夫だし、まあ、一応なんかもう大切なところだけ話そう、だからそれ、まあ、話したいことがあったから、まあ、そうね、そうね、ちょっと話が長くなるから、うん、なんていうの、パッパーってパッパーって大切なとこ、希望を与えるようなものですが、どういう電話し方がいいのかとか、なんかどういう感じで言った方がいいのかっていうのから、なんかアドバイスだったらやっていきたいなと思って、でピンクドットのなんか最後の告知ら辺の方も、もう本当に20秒ぐらい、30秒とかかな、わかんないけど、ピンクドットの開催がガガさんに聞いてから、7
7月の19日って。あ、そうなんだ。うん、だからなんかそれもちょっと言いたいなと思う。まっちゃんが呼んでもらって。あ、いいよ、いいよ。まっちゃんにあるの来てるみたいだ。あ、りょうくんかもしれない。うん、すごい。あ、そうだね。うん。結構長文だね、ステッキ。うん、これもあの、ゆうやくんと同じところにいる、うん、あ、同じところ、そう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 、あ、はい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 、そうなんだ、うん、ほんと YouTube ご覧ください、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、YouTube 見てる方にサービスです、はい、何もサービスじゃないとか届いてないし、こうでしょ、じゃサービスね、こうよ、こうちょっと待って、ばあちゃんもっとこうよ、こうよ、何よ、もちまた、もちまた、もっとこう、もちまたになって、もっともっともっと、もっともっとこうよ、こっちぐらいから、こっちぐらいから、はい、はい、せーの、はい、ありがとうね、くだっさってありがとうございます、ペッパデコフレームありがとうね、言うせよ、言うせよ、イブニングアベニューさん、何してるのって YouTube だからと思うのに、分かる、 YouTube のリスナーさん見て見て見て、はい、YouTube の再生回数もっと増やすわよ、明日に500回切れますように、なんかさ、いいんだよ、 YouTube 用下町セイキさん、後で見て反省していただきたいです、おい、セイキさん大変、りょうちゃん、ペッパーデコフレームありがとう、ありがとうございます、ペッパーケーブルみたいな、そうだな、あ、すごい、新宿から聞いてらっしゃる、あね、プッチーニさん前回も来てくださいましたよね、ありがとうございます、ありがとうございます、ブッチーニさんがあの花火リクエ花火リクエスト入ってるね、私も花火好きなんだよね、 あ、違うかこれあれだ、これあれよ、ツイキャスの花火ですよね、もう本当にやだ、あとこっち来てごらん、あ、そうだね、こっち来てごらん、見えてない、花火、はい、花火あげてあげるよ、はい、花火、はい、花火よ、花火、はい、パッパラパーっていうことで、花火、うん、パッパラパーです、本当にアンポートフラーとやめて待って待って、あの普段はやめてアンポンにちょっと普段は強いから、あ、そうなんだ、楽しかった、アンポンだったらユーストリームで見えるよって、ね、見てねって歌ったら、よかったら見てくださいね、ありがとうございます、あーい、どうもありがとうありがとうございます、ちょっと後でお話があるんですけど、はい、大サービス、脇、あ、痛い痛い痛い最近あげないの、告知さ、なんか告知、またの言いたい告知って、なんか一回ピンクドットの魚屋開催のあれをちょっとだけ言ったの、これ次でしょ、あ、結構長いでしょ、長いけど今でもいいけど、ちょっと時間ない、あの反対に時間なくなるから分かる、なくなるからこれはいいとして、まだはないんだよね、うん、私ね、OK じゃないから、ちょっと告知近くまでギリギリその話まで、うん、いや、それが、うんうん、次の時ぐらいでいいからさ、じゃあそれは1ヶ月ぐらい前でいい、まあ、この提供行って、うん、提供行ってから、いや50分ぐらいにはもうちょっとイケアの MC が入る形、うん、こんばんは、皆さん、はい、かわいいね、ありがとう、ちょっと一応お互いのことだ、今もう一回のとき、あ、あとで、あ、ごめん、あ、ごめん、キューマキさん、ちょっと、あ、ちょっと、そうだ、話したいことがそういえばあったんだけど、 CM2 分、今行くよ、うん、それできる、CM、できないよね、多分ね、チラッと聞いたけど、こんばんは、伺います、CM 行くよ、あ、CM、 あ、よかった、ね、あずみんさん、こんばんは、来たわよ、ありがとうね、ちょっと、あの、内地の方が企画で、ちょっと、うん、こことなんか、うん、あの、やりたいことがあるんだけど、うん、なんか、あの、気軽な感じなんですよ、うん、なんだろう、ちょっと、言っといて、うん、この話すじゃちょっと意外に話
一応あの提供行ってあのそれではどうのこうのデュアイがさ MC に入ってもらうから全部くるめるから一気にくるめるからさん一気にくるめるからどういう感じでやっていけばいいのかっていうそんな時間ないのよだからさ違うそんな時間ないのあるんじゃん油アルバム油アルバム例えば前言ってたよ油アルバムあばら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 アルバムわかんないやれたテリントムトムみたいな感じであずみんさん独立おめでとうってあずみんさん番組の今までコーナーだったさ1時間のあーはいはいあーはいはいだろすけ全然読めなかったついてすいません山内さんん？りょうちゃん噛んだって噛むよね噛むよ10秒前ああどうする、はい、おねえかなーずのちむどんどんラジオは小座にあるライブハウスジグザグさん石川にあるスナックピーチさんの提供でお送りしてます、はい、ということでね、はい、ちょっとあのさっき話がちょっとそれって話長くなったんだけど、メールが来てたでしょあ、そうだったね。そうちょっとじゃあまずメール読んでいきましょうね。りょうさんからいただいてます、うん、まーちゃん皆さんハイサイハイサイ初めてメールを送りますりょうです。ありがとうございます、はい、まーちゃんには生活介護デイサービスで食事介助とかトイレ介助生活に関わるすべてのお手伝いしてもらってまーちゃんみたいな介護してくれる人たちがいるから僕たち障害者を生きていくことができるので本当に感謝しています。いやこちらこそありがとうございます。あー、うん、とね。まーちゃん、うん、これぐらいで持ち上げるのいいって。あーもう十分上がってるよ私。だんだん上がり続けて大変やんってもう喜んでるよ。血圧が上がってんの。不整脈も上がりそうよ本当に。ね休診くださいって言ってね。思うねテーマ婚活じゃなくて就職って。ね、僕たち障害者も働きたくても働けない人一倍作業が遅い何でも一人ではできないとか理由で、ね、社会では言われているけど、ね、障害があっても何かできることがあります。僕はその考え方が大嫌いで自分ができること得意なことで健常者と勝負に出ます。長くなってすいません。まー、あ、ちゃん明日ねということでありがとうございます。もうねあのさっきの話じゃないけど、うん、本当ありがとうね。つながるのよね、うん、そう私もやっぱりやってて分かるけど、うん、この子たちはただあの不自由なことが多いだけであってサポートさえしっかりしてればやればね、うん、帰ってくるのよ。そうだね、そう、うん、だからね私たちとね似てるところあると思う、うん、ただ私たちがこんなってだけではい何もかもできないですはいこんなですってもう狂気な目で見る、うん、豪気な目で見る、うん、一番いけないよね。そうだよね島国根性っていうのかな、うんうん、やっぱりあれだなと思ってね、うん、もう、うん、大変だなと思ってね。でもメールもいただいてありがとうございます、ね、ありがとうございま す, ういますもう励みになりますね。あ明日あのね、打ち壁あげるから待っててね言うてね。でねあのツイキャス読んでいきます。あずみんさんから先月の親父たちの旅で来週から独立すると話してたじゃん。はい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 そうね。であずみんさんから、ねはいはい、障害者もやればできるんだよ、うん、私もあの施設で生活支援員してましたが、うんうん、私も障害者よそうなんですね。そうなのあずみんさんそうなんだ。ありがとうございます、ね、私ねあのこ の, あの仕事携わせてもらって感じたことがあって、うん、自分たちやってるんじゃないんだなってやらせていただいてる側なんだなと思って、うん、そう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 もうね彼らがありがとうじゃないわけ私たちからありがとうだわけ、うん、彼らに対してなぜかって言ったら彼らから学ぶのはもう純情だったりとか真面目さだったりとかもう本当にもうひたむきな努力だったりとかもう数知れずも本当にもういろいろと自分たちでやろうってやってるのをもう目に見えて分かるわけで少しでもいいからって言ってこんなしてやってで今日ねこっちに あるんだけどこれもねあの施設の子たちが絵を描いてプレゼントしてきてて2人にランちゃんラムちゃんにということでプレゼントしたんだけどもうこれね本当にこの子たち描いたって思えないぐらいもうプロ並みなのよ、うん、かわいい超かわいいんだけど可愛いでしょ、うん、これが私なんかのギャラみたい、そうそうそうこれが私ランちゃんとラムちゃん
っていうだけ話したらこう書いてくれた。待って待って待って、こんな可愛くないんだけどどうしよう。だからさ本当に私はこれだけ可愛いんだけど、写真見てほしい。ちょっと傷ついたよって。でもね本当にこうなって真心を、ね、込めてくれてね、ありがとうありがとうしてくれる。ありがとうございます。本当に本当に今日元気てくれてるゆうやくんとかも何回もパソコンでねもう見てくれたりとかして、何回も見てね、もう30回40回見たよって昨日も報告してくれたの。もう本当にもうこんなって言えてもすごいなって言ってね、もうひたむきにこんなしてできるこの姿感動よねと思って、だからね絶対に見た目で人を見た目で判断していけませんよってことを今日伝えたいなと思います、まあそれが、あのくるめて仕事 の, そうそうそう、あの面でもあるよ ね, ね、なんか見た目で判断するんじゃなくて、なんかやっぱりね、あの仕事っていうの結構どちらかというとハキハキじゃないと、このやる気と前向きさとね、そうね、そういう意外にね、でも見た目もそうだよね。私もダムちゃんに言われてから、あの普通にやってたんだけど、最初あできるのかなできないのかなと思ってたんだけど、普通にダムちゃんに言われて、あのこういう感じなんですけどどうですか、一応3回ぐらいは断られた。でも3回以上に断られてる人っていっぱいいるじゃん。あ、3回も断られたんだね。だから結局変わらないのよ全然。この同性愛者だろうが普通のノンケだろうが、ノンケって言ったらノーマルの人たち ね、そういう感じだろうと変わりはないからね、意外になんかやる気だよね。また本当にこっち働きたいっていうんだったら直接顔を見せに行った方がいいはず。まあ私たちみたいな、まあなんだろう、ニューハーフさん、まあ簡単に言うんだけど、ニューハーフさんみたいな人たちは、あの昼間じゃなくてやっぱこの維持料みたいのがあるから、やっぱ夜の仕事でもうやっていくっていう方が多いと思うんですけど、私たちみたいにちょっと中性で男の部分も持ってる、女の部分も持ってる、でも別にあのお金はかけなくてもこういう姿で容姿で働きたいっていう方はね、やっぱ昼間のお仕事探す人もいるのかなって思うから、ね、そこでね今日なんかちょっと伝えたいこともあるのかなって思って、あのお伝えするんですけど ね、やっぱ夜の仕事してるニューハーフさんの人たちも意外なんか、朝の仕事やってみたいとかできるのかな私にでもって言ってたので意外にね、意外になんかやれば意外に開けないぐらいの勢いでできるよね、できるね。てかなんか私は普通にね、アグレとかパソコンとかで探して、なんだろう、あのこういう用紙であのこうこうこうなんですけども大丈夫ですかって言ったら、まあ普通にあいつ仕事してくれれば大丈夫だから、とにかく面接来てくださいねっていう感じ。私はもう自信過剰だ、自信過剰でもう電話もするし面接も行く方だから、もうマイナスの部分が反対に言えばなかったわけ。でもそれぐらいの方がねいいよね。そうそうそう、また意外に私もあの居酒屋でね働いてた時あったんだけど、観光客でね、それもあの養子女の子で、その時にやっぱお客さんも逆になんかあみたいな、あ可愛いねとか言ったり、写真撮ってもらってもいいですかっていうのも結構あったので、意外にねなんかポジティブにいけばね、意外に受け入れてくれる人いっぱいいるから、なんか殻に閉じこまらないで普通にねなんか挑戦していってみたらいいかなって私は思うんですよ ね、結局のところ何かって言えばさ、ね、あなたも私も、ね、パーパーマーマーが生まれたんでしょって一緒よってことなのよ、そうだよね、そうそうそう、どっちかによってどっちか寄りになっただけの話であって、そうそうそう、私はたまたま母親の血が強かったから母親が親になっただけであって、それだけのものだと思う。それに何だろう、まだ日本ではそういうの、あのやっぱまだ浸透してないと思うんだけど、そういうやっぱ多少私たちみたいな人だったらやっぱ、なんだろう、こういう見た目なのになんか声がこうだけでも結構なんだろう印象が悪くなるので、でもその反対のあの FTM さん言えば女性から男性になった人は働きやすいのかなっていうのはあるわけ、私たちよりかはね。だって一応もう一応女だけどこういう感じですよみたいな感じでやれば結構通るので、そうだよ、ね、私たちみたいな女の格好してるけどね、なんか声はこんなとかってだったらやっぱ取りにくいとこあるのかなっていうのはあるけどね。できたから大丈夫じゃないって思うんだけどね。大丈夫じゃないっていうか、私は普通に大丈夫っていう、もうこの言葉を言う、大丈夫って、やればできるから、やればできるよね。だし、このなんだろう、日本のだから会社、こういうか、なんかいろんな会社があるけどさ、こういう仕事場とかもあるけど、そういう人たちもまたあの受け止めてくれるような、このなんか制度みたいな感じとか、なんか考えてくれたらいいのにねって、私は反対にそれ思う。自分たちを作っていきたいさ。だからなんか、このラジオとか、まあ、YouTube でもこう、なんかあの投稿されるので、あのこういうことも伝えていきたいなって思ってたので、私は。
はね、今からね、どんどん皆さんこれからは頭が柔軟にならないといけませんよ。頭カチコチになってる人たちね、いけません。そうだ、柔軟に、ね、柔軟に多様性ですから、うん、これからは、うん、そう、だってもう本当にタイのさ、国とかではさ、普通に、うん、なんだろうね、まあ、見た目的にはおじさんだけど、うん、なんだろう、ツインテールしてリボンのなんかね、ああいう感じのも普通に働けるから、タイとかでは、うん、先生とかでも採用されてるし、キャビンアテンダントとかでもこんな採用とかもあるから、ニューハーフの方とかでもね、いろいろね、だからもう本当にね、なんていうの、勇気を出してね、勇気を出してって感じですね。新京さんの歌ね、新京さんの歌なんですよね。追加質問できます？どうしようか、ちょっと長いんだけど、はいはいはい、はい、あと6分ほどですよね、はい、あと6分ほどなので、うん、じゃあ、りょうちゃんからね。あずみさん、障害者の人たちはフリーなところはないよね、健常者よりスタート時点が、うん、違うだけで、こうなんていとこ、いとこのねーねーも障害者だったけど、うん、見てるだけで癒されたよ、そうなの、癒されるのよ。私も職場に行くけど、あのね、どんなねって言われるわけ。もちろん、なんだろう、きついなとかって思うところあるよ、体力的にね、どうしてもやっぱ出てくるんだけど、でもね、遊びに行ってる感覚、なんかもう本当にもう私自身がもうそこに行って、みんなと一緒に何かやってって言って、もう遊んでる感覚しかないから、なんかまた楽しませてもらってるの、癒されるよね、癒される、うん、逆に言えば、うん、このなんかまた、あの、そういう人たちってさ、あの、笑顔が絶えないよね、絶えない、うん、なんか一緒に行ってなんか、あの、あって感じになる、私たち普通なんだけど、本当にご飯食べてるのとか見るだけでも美味しそうに食べるわけ。こっちもお腹すくぐらい本当に美味しそうに食べるから、すごいなと思って、そうということでね、結構いっぱい来てるので、ね、ありがとうございます。 あずみんさんから、そうそう、いろんなことを教えてもらえたし、私は利用者の方と同じ目線で働かせていただけて嬉しかったです、月曜日から、訓練校でパソコンを勉強しますが、10月からまた障害者福祉の仕事がしたいですって。ぜひぜひ楽しいですよ、ということでね、AKB ファンさん、AKB ファンさん久しぶりだね、久しぶりっていうのかな、一応毎回来てるこんな感じだけど、はい、こんばんはって、こんばんは、りょうちゃん、何か進歩したらこっちまで嬉しくなるよねって、そうすごいね、そうだよね、あ、頑張ったね、すごいねってなるからね。そうだよね、ということで、もうそろそろもうお時間がね、何、どうする、あの、CM とも曲で、あの、あ、今これ CM が何もない、あ、もうない、あ、じゃあもうなんだろう、じゃあ大体もうフリーで程度ぐらいだから、曲はね、あの、来てるので、え、なんか告知したいものとかってある、私は告知って言ってもね、まあ結構2ヶ月だから7月だよね、7月ぐらいの来月よね、そうそうそう、イベントになるんだけど、今言っといていいのかな、今いいんじゃない、一応ね、なんか、あの、浸透させたいなと思って言うんですけども、7月の、19日に、あの、ピンクドットっていう、あの、イベントがあるので、ピンクのものを着て、なんか同性愛に対して、なんだろう、ね、あの、この、なんだろう、理解を深めていこうっていうこの日、で、なんだろう、沖縄国際、あ、国際通りの天ブス前で多分やると思うので、なんかよかったな、なんかピンクの衣装とか着て、みんななんか行ってあげたな、なんか嬉しいなって思うので、嬉しいよね、私たちも多分行くので多分一応行けたら絶対行くけどね、去年は結婚式が行われたでしょ、同性、あ、そうなんだ、あ、ちょっと遅くしか行けなかったから、ゲイの人たちのあれで、あ、見れなかったんだ、素敵だったよ、もうみんないでね、こうやってやって、素敵、感動しました、あ、そうなんだ、はい、ぜひ皆さんも一緒にやって、ね、この、はい、あの、まあ、もう結構さっきの話なんだけど、4月19日にピンクドットっていう、はい、あの、国際通りの天物前に、はい、やるので、はい、うん、どうぞよ、あ、時間は多分朝ぐらいからかな、昼ですね、多分昼からかな、そうそうそう、やると思うので、また、あの、おいおいまたやっていきます、そろそろもう締めに行きましょうね、バイクもピンクにしてこようかなって、ぜひそうしてちょうだい、OK です、ということで、はい、もう、あの、皆様とお別れのお時間がやってまいりましたので、はい、次回のおねえからずのちむどんどんは、はい、6月5日金曜日ですので、はい、来週だよ、1週間後だね、早いね、ストリーム、また、ね、
キャス YouTube で見てくれたリスナーさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本日は、はい、ラムとランとまーちゃんでお送りしました。では皆さんまたお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう、はい、ごきげんよう、バイバイ、またね。